先週あのピロリ菌の話したんや。あはいはい、なんやよう分からんけど、うん、とりあえず除菌しといた方がいいやつね。そう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 、うん、あの胃にあるやつね、はいはいはい、で、まあ、市から検査しませんかってまず来て、最初に血液検査があって、まあ、それで陽性で、うん、で次は胃カメラですって言われて、えそれでももう薬で除菌するんじゃない？そう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 、うん、いやだから、いや胃カメラいいので、うん、薬くださいって言って、うん、ほんならいやそれはできませんと。でなんでって聞いたら、え厚労省がそういうふうに決めてて、うん、その手順に従わないと保険適用にならないと。なんか医療的なことじゃなくて、それが理由。そうらしいんですよ。胃カメラしなくても呼気検査って言ってね、うん、息を吹きかけて検査する方法もあるんですよ。え全然それでいいね。やろ？胃カメラってしたことないけど。あない。なんかあれやろ、バリウム飲んで。あそれは胃カメラじゃないです。バリウム飲むのはバリウム検査。あまた別なん。そうあれでバリウムでなんかあの胃がんがあるかどうかを確認するやつ、ね、胃カメラはまた別で。突っ込むやつ。ゴーって突っ込む。ちょちょそ胃カメラはそう突っ込むやつ。バリウムはただ飲んで、ね、なんかレントゲンみたいな飲む。やったことない。でもなんかめっちゃしんどいとっていうのは聞く。そうそう。でまあ値段も高い、お高いんですよ。あそうなん。なんか結託してるんちゃうかなと思って。癒着ですか。そう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 、血液検査にしてもね、もうなんかね一回こう血液検査してても蚊が違うからもう一回してくださいとかってあんねん。もうええやろうと思うやん。もうなんかね手間だけじゃなくて費用も不必要にかかるシステムになってる気がしたんですよ、うん、なんかよく聞くけどさ胃カメラってじゃあ結構大変やったんですよ。そうなんですよ。なんかね準備とか待ってる時間がこう嫌でしたね、うん、で結局まあいろんな方法あるらしいねんけど、うん、まあ俺よう分からへんから、まあ、よく行ってる行きつけのね、うん、病院が行きつけって言ったらあれなんですけど、あの花粉症とかで薬もらう病院が、まあ、そこでああやっとるやっとるとかって先生そんな感じなんでね、でまあ、やったんですけど、うん、で横向けられてからねもう記憶なくて麻酔でやられてる最中全然覚えてないんですよ。全身麻酔なの？そう、まあ、それ終わってから気づいたんですけどそう全身麻酔だったんですよ。局所麻酔かなと思ったら、うん、全身でもなんか終わってて、うん、でその後、うん、起きてなんか説明受けた記憶が断片的にあるんですよ。でも気づいたら着替えてベッドで寝てたっていう、ね、めっちゃ怖いやん。そうなんか記憶がないって、あの柔道で頭から落ちて脳震盪して以来ですよね。ほんで何が大変かっていうとね、あのしゃっくり1日止まらなくてしんどかったっていうね。よう分からんけど。ほんまに、まあ、でも年取るとこう健康関係の話とかね、うんうん、まあ、病院行ったりとかそういう行事、うん、イベントごとが増えてくるんだな。そうなんですよ。よっしゃ、そういうことやったら若いうちに暴飲暴食しとこ。なんでやねん。どういう教訓得てんの。